ヌーオロは、イタリア共和国サルデーニャ州東部にある都市であり、その周辺地域を含む、人口約3万6千人の基礎自治体。ヌーオロ県の県都である。日本語文献では、ヌーオロとも表記される。サルデーニャ語では、ヌーオロ。サルデーニャ島内陸部東部、ヌーオロ県の中部に位置する。ヌーオロの市街はオーティビーン3の斜面に位置する。隣接コムーネヌーオロは、 以下のコムーネと隣接している。括弧内の SS はサっサリ県所属を示す。ヌーオロ市を中心とするヌーオロ地域における人類の定住は、紀元前3000年期に遡り、ドムスでジャニスと呼ばれる墳墓の跡が残されている。30以上のヌラ揚げ遺跡があることから、ヌーオロ地域はヌラ揚げ文化の中心地であったと考えられている。例えば、ヌーオロ郊外のタンカマンナには、 800個ほどからなる集落遺跡が見つかっている。ヌーオロ地域にはカラリスとウルビアを結ぶローマ街道が通過していた。ローマ人による支配の痕跡はサルデーニャ語の中に様々に残されており、今日もヌーオロで話されている。サルデーニャ語、ヌーオロ方言はロマンス諸語の中でも最も保守的な言語とみなされている。西ローマ帝国の崩壊後、 サルデーニャははじめバンダル人の、ついで東ローマ帝国の支配下に入った。ローマ教皇グレゴリウス一世の書簡によれば、サルデーニャ等の内陸部では、ローマ化、キリスト教家された文化と異教徒の文化が共存していたという。東ローマ帝国の支配力が弱体化すると、サルデーニャ等では、ジュディカーティたちが登場した。1147年に描かれた地図に、ニューガーという、 小さな村が初めて登場する。続く2世紀のうちにニューガーは1000人以上の人口を持つ村へと成長する。サルデーニャ島をアラゴン王国、スペイン王国が支配した時代もヌーオロは主要な町であり続けたが、17世紀末に飢饉と薬病による被害を受けた。1720年にサルデーニャ島をサボイア家が購入して、 サルデーニャ王国を形成すると、ヌーオロはこの地域の行政的な中心地となった。1836年にヌーオロは都市の核を得た。ヌーオロ駅、ヌーオロは1926年にノーベル文学賞を受賞した小説家グラツヤ・デレッタをはじめとする多くの文化人を輩出している。デレッタはイタリア人女性としては初のノーベル文学賞受賞者である。 ありがとうございます。